こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は FF13 イベント、採用を願う運命の絆、連動装備召喚、新ガチャ、引くべきかどうか、性能解説していきたいなと思います。はい、ということで、えー、今日ね、13ガチャ始まってるんですよ。で、このガチャね、ちょっとあのー、僕もね、ガチャ自体をちょっとやりたいなっていう気もしているんですが、その前に解説動画、 やりたいいと思います。今回、装備所管スタンプで特にドレスレコードはないよね。まあ、何かしらのドレスレコードあってもいいと思うんですが、今回ないね。はい。ということで、えっと、今回ピックアップされてるキャラがですね、ライトニング、セラ、バニラ。で、一応ね、サッズも一つだけリミットブレイクチェインが、えっと、あったりするんですよ。うん、リミットブレイクチェイン LB チ,いい、ね、そうそうチェーンが、まあ、実装されているんですが、まあ、基本的には、えー、とライトニング、セラーって感じかな。あとバニラも D 角1個だけあるんですけどね。ちょっとだいぶ偏ったガチャ内容ではあるんですけど、まあ、この辺見ていきましょう。まあ、FFRK レポートで言った通りだね。やっぱりライトニングは生属性で、えー、バニラに関しては水属性ということになっております。 とということでまず、えー、ライトニングからお話ししていきましょう。覚醒うる麗しき軍神こちらが生属性の D 角第 2D 角ということになりますね。でライトニングについては、ですね一応、雷属性の D 角を打ってから、その後にね、えーまあ、生属性の覚醒なり、あるいは、えー、と生属性の、ね、シンクロとか打ってあげれば、普通に運用できたんだよね。できました。 あの雷 D 角でも生俗性運用みたいなちょっとトリッキーな使い方もできたので必ず,し必ずしもこの生俗性の D 角が、まあ、必須かと言われれば別にそういうわけではないんですけど代用ができちゃうからねなんですけどやっぱりこの生俗性の D 角を持っていればもちろんねあの属性まとい、まあ、最近のそのねあの高難度 で少しでもやっぱり火力を上げようと思ったら、こういった属性まといをね、3段階維持するとか、まあ、そういった工夫とかも結構必要になってくると思いますので、まあ、やっぱりまあ統一感を持たせた方が、何かと便利な場面が多いよというところになってきます、はいで。そんな感じのライトニングさんなんですが、実際の性能どうなのかというところですが、まず雷属性の D 角に関してはね、あのモード2にシフトすると、 そのモード2になっている段階、まあ最大で3回しか行動できないけど、3回の間 ATB 蓄積時間なし、待機時間なしっていうね、つまり3回連続行動ができたっていうぶっ壊れだったんだよね。雷 D 角がね。なんですけど、まあ生属性の D 角はさすがにそこまでのぶっ壊れではなかったね。えっ、ー、とね、まあ簡単に言うんだったら、速さの、速さの雷、それから一発の火力の、 高さにお向きを置いたのが、まあえー、生属性っていうことになってくるのかな。まあ速さの1号、力の2号っていうところで。あれだ、仮面ライダーとはちょっと逆なような気がするけど、まあまあまあそういう感じにはなってんじゃねえか。技、技か ?2 号は技か <laughs> まあいいや <laughs>。ということで、はいはい。で、生属性アビリティ使用するために効果がある自身のクリティカル率の変化、最大4段階ということで、まあこれはあんまり変わねない。他のキャラとね。 で一体、生属性のライトニングは何ができるかっていうと、このモード2だね。生存性アビリティ周知に味方の13シリーズの生存人数に応じた追撃。でこれが1回だけのパターンのね。1回だけしか発動できない代わりにモード1に戻ってくれるよというタイプ。で、その追撃の効果というのがこれ。味方の13シリーズの生存人数が3人以下だった場合、一定時間自身の生存性攻撃量を3段階アップ、待機時間は3段短縮。 一方、生存人数が4人以上だった場合、一定時間味方全体の生存性攻撃力を3段階アップ、自身の待機時間を3段短縮する。ということで、まあ、自分に対しての自己バフか、まあるいは味方全体にバフがかかるかどうかの違いになってくるんだよね。まあ、だから一応、あれだね、13シリーズでいうと、生存性でいうと、ホープとレインズかな。一応、生存性になるん、ね、で、ライトニング、ホープ、レインズみたいな編成で組む場合には、まあ、このバフがね、まあ、 まあ、簡単に考えても1.3倍になってくれるから、まあ、その辺でダメージ感が変わってくるんじゃないかなというところ。一方で、これ単体だった場合ね、13シリーズじゃなくて、普通に属性パで使った場合においても、これは結構優秀だと思うんですよ。待機時間3ターン楽しくしつつね、一定時間なので、まあ、多分25秒かな。おそらくこの場合だとね、25秒間。 えー、生存性攻撃力が3段階アップした状態で戦っていけるということなんで、だいぶ火力感は出るいいんじゃないかなとは思います。で、一応、ライトニングの生属性のシンクロが8回系なんだよね。8回系っていうと、やっぱ1発当たりのアビバイ率とか相当低いし、まあ、そもそもシンクロアビ自体がアビバイ率で低かったりするから、そういった意味でね、えー、こういった生属性のバフがあることによって、まあ、専用アビ、 とね、まあ遜色なく、まあ、さ,さすがに千弱日ほど火力は出ないと思うけど、まあ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 、あの低い火力をね、まあ、こういったところで補っていくっていう形になるんじゃないかなと。で、一応、ライトニングの、まあ、さっき今シンクロの話でしたけど、覚醒とかね、でも、えー、生息、 攻撃力アップとかくっついていたりするんで1人で6段階とかやろうと思えばね覚醒と D 学の併用であれば漏れたりとかするんで、まあ、最近のね昨今のクリダンの難易度700の敵の硬さとかを思えばこういったまあ生属性攻撃力バフとか漏,れ漏ることによってね、まあ、火力が非常に出しやすくなるんじゃないかなっていう期待はあるよねクリダンはもう生存性出てるかそういえば出てるんだ出てる だから、まあ、生属性のクリダンね、まだ勝ててませんと。手持ちがちょっと薄くてみたいな人は、全然狙い目だと思う。で、やっぱり今、生息性の物理っていうとね、もう最近もう大体出揃ってかる今月で全部出揃うのかな、タクティクス以外は。タクティクス以外のキャラは、あとクリルラか。あれ、クリルラの D 角も出んだっけ、今月。やばい、FFRK レポート。ちょっと、あれだけど、クリルラ入ってたような、入ってなかった。 ようなっていう気がするんですけど、うん、まあ、クリルラとか入ってれば、もう今月でね、タクティクス以外の生属性キャラ全部揃うんですよ、多分なので、えー、とまあ、それらを含めてですね、自分の手持ちの中で生属性キャラ、えー、いるかどうかっていうところでライトニングを決めていくといいんじゃないかなと思う普通に強いと思うこれ、無理にシンクロと併用しなくても全然覚醒と併用でもいけたりするしね、うん、全然強いと思いますこれ、はいまあ もちろんね、雷属性の D 角を持ってる方は無理して弾く必要はないけどね。ただ、まあやっぱりね、あの必殺技の順番的に考えても、生息性まといしたかったら先にね、D, あの D 角の方を打って、その後ね、シンクロな覚醒声を打たないといけないっていちょっとね、使う順番が固定されてしまうっていうあのデメリットもあったりするんで、ちょっと難しいとこだね。はい。あとは、えー、ライトニングさんのシリーズの LB チェインが今回実装されております。 まあ内容はね、まあ、あんま変わんないけど、これは敵単体に自身のまとっている属性に応じて効果が変わる。限界突破レベル1アップの10回連続の攻撃ということですね。まあ、これはまあ、あれだね、基本13シリーズっていうと、物理派であればもうライタニが基本入れてくると思うんで、皆さんね、まあ魔法派であっても、例えばレインズと、 えっと、ホープ使ってるパーティーであれば、もう一枠っていうと、大体の方がライトニング入れるんじゃないかな。ライトニングの装備結構みんな揃ってると思うんだよね。なので、そういったことを考えると、ライトニングの LB チェーンは持ってて損はないよね、というとこです。やっぱり。雷属性運用にしてもね、やっぱ強かったりするので。はい。まあ、そんな感じだ。で、次がですね、ライトニングこれだけなんだよね。あと、生,生属性の信用技もあるけど、まあその辺他のキャラと変わんないから、あえてそこはお話ししませんが。 セラです。水属性の D 角と。セラに関してもこれ第 2D 角かな第 2D 角になるんじゃないかなと思うんですけどまず防御魔法精神ダウンがくっついていてまあ、高難度だよね属性ダンジョンにおいて純白オーディンだったりそれからバハムート回霊式だったりそういったところの、まあ、デバフができますよということなんで、まあ、高難度対策の役割としてまず連れていけるっていうところがもうねいい。 そして、えー、モード1に関しては、セットした水属性アビリティ、3回使用するために一定時間、敵単体の水属性耐性を1段階ダウン。ということ。これがまあ、短時間じゃなくて一定時間っていうところもまあ、ポイントになってくるんじゃないかなというところだね。ただこれが、ちょっと気をつけてほしいのは、3回使用するたびなので、発動じゃないからね。3回使用するたびなので、 まあどうしてもこの D 角中モード1は、えーとまあ、2回だね。2回だけしかデバフができないので D 角頼りっていうわけにはいきません。まああくまで D 角のこのデバフはおまけ程度みたいなものと捉えてですねまあバニラ、あ、ごめんない、セラ自体の専用アビがね2回に1回短時間デバフができたりとかするからまああるいは他のね、えー、シンクロだったりとか まあ、あは覚醒とかで併用してあげて、まあ、攻撃回数を増やして、相対的にね、デバフを重ねていくというタイプになっているんで、まあ、強いんじゃないかな。一応、水デバフキャラとしては割といい方だと思われる。結構、水魔法って未だに希少だったりするんで、まあ、ちょっとね、あの、水魔法のデバフっていうと、午後とかとか被ってくるんだけど、ね、FF5 の午後ね。で、まあ、そちらに関しては、 あのチェーンが使えたりとかね、専用アビリティでデバフができたりっていうところで、まあいろいろね、やっぱ午後の方が、だいぶその、やりやすい、だよね。一発で確定デバフもできちゃうキャラなので、そういったことを、午後が揃ってる方であれば、わざわざね、セラの方を使うっていう選択肢も、ちょっと優先度下がるんじゃないかなと思うんですけど、まあ仮に午後を持っている方であれば、セラを単純にね、そのデバフファーというよりは、 純粋なアタッカーとして使っていくみたいな立ち回りになってくると思うんで、まあそれはそれで強いと思うんですよ。実はね、これ、シンクロと組み合わせるよりも、別にシンクロともちろん組み合わせたっていいんだけど、第三角星の併用とかね、あの、組み合わせた方が多分強いんじゃないかなって思ってます。これ今回のガチャに第三角星も含まれているんで、ちょっと第三角星見てみるね、内容ね。 第三覚醒これなんですよね。アルテミスアーチャー。自身に時読み覚醒モードっていうものを付与します。で、無条件の待機時間短縮。さらに氷水属性アビーのダメージアップ中。で、ツインエレメントモードっていうことになるんですけど、これが D 角がですね、氷覚醒、あごめん、水覚醒モードなんだよね。あの重複してしまうのが。はい、これなんですよ。水覚醒モードと、 優先順位が、あの、こっちの方が上になってしまうので、あの、基本的には、あの、覚醒モード自体は重複できないんですけど、時読み覚醒モードであれば、重複できるんですよ。何が言いたいかっていうと、覚醒3であれば、確定4回攻撃になるってことだね。専用アビリティ、仮に専用アビリティだったとしたら、もう3回放つ。あごめん、もう2回放つ、プラスもう1回放つんもう3回放つになるんだよね。なんで、その場合だと、確定4回攻撃に。 なりますで専用アビリティはやっぱ火力が高いのでシンクロアビリティはどうしてもねアビリティブーストがちょっと連動1判定になってしまうから火力が上がりにくいという問題があるんですけど専用アビリティであればマックス,マックス精錬であれば1.3倍まで上がるからね圧倒的火力で敵をねじ伏せることができるとなおかつ専用アビリティが2回に1回短時間デバフなのであの確定4回攻撃であれば1ターンで確実に2段階はデバフすることができる。 っていうことなんだよね。なので、これはかなりいいセットだと思う。今回の第三覚醒と、この D 角のセット。は、まあ、水魔法薄い方であれば、これ狙いでも全然いいと思う。まあ、午後もね、もうすでにシンクロだったり、覚醒がドリセレでもう発売されていたりとかしてるし、正直バハムートレイシとか、まあ僕の動画もそうでしたけど、シンクロと覚醒あれば勝てるんで、まあそこまでなくてもいいと思うけど、そう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 。 別に D 角とかね、そういった、あのね、そういったものとか、新容器とかそういったものもいらないので、正直、あの課金者であれば、まあ、別に無理してね、ガチャで当てなくても、確実なドリセレで午後の装備さえ揃えてしまえば、セラはそこまで、ね、そんなに優先度は高くないのかなっていう気がしますが、まあ先ほど言った通りですよね、アタッカーとしても全然強いと思う。アタッカーとしては単純なね、アタッカーとしては全然、あの、午後よりは強いと思うんで、まあ、その辺、 ですかね、一応セラは、あとゲージ戦技が使えるからね。ゲージ戦技も使えるっていうところも、利便性もあったりするから。そんな感じですかね。であと、セラに関しては、星6戦技で、結構いいのもらってるね、今回ね。えっとね、これだね。アルテミスホース。待機時間なしで一定時間、敵単体の水耐性に2段階ダウン、自身の水属性攻撃力に2段階アップ。まあ、これらを含めても、やっぱり自分の火力も上げつつ、さらに味方全体の火力も底上げできるんで。 結構強いよね。で、これも一定時間っていうことになるんで、結構長めに、あのー、ね、デバフを付与することができるんで、これもおすすめ度高いですね。今回のガチャでセラを狙うのであれば、星6000もぜひ狙ってほしいところではあります。そして、えー、3人目のピックアップキャラとしてバニラだね。バニラの D 角については、まあ、これはやっぱり本当もう FFRK レポートでも言った通りですね。まあ、うららの、本当に、まあ、焼き増しというか、 ほぼうらら五感だよね。はい。で、まあ、うららとか他のキャラと違うところはですね、白魔法とあと物理補助アビリティが対応してるっていうところかな。はい。これがもう無条件。白魔法が物理補助を使えば勝手に滝時間を短縮しつつ、さらに回復力もアップします。なおかつ、白魔法か物理補助アビリティを使うと追撃。慈悲深き。 祈り味方全体の小回復ということで、まあ適当に怒りとかね使いながらでも、味方全体回復できるよってメリットが一番でかいかな、なんで、必殺技連打しやすい、まあ、特にエースストライカーとかつけとけばね、怒り2回でゲージ溜まるんで、まあ3ターン目にはね、必殺技、2回怒り挟んで必殺技みたいなループができたりするから、まあ、そういった使い方する分には結構あのー、いいんじゃないかなとは思います。 あと、デュアルシフトね。デュアルシフトすると味方全体中回復、待機時間3ターン短縮するという効果で。まあ、この辺は他のヒーラーよりも優れてるのかなやっぱりね、バニラは。あ、待機時間短縮性能が優れてる。で、一応やっぱシンクロ。バニラの真骨頂ってやっぱシンクロだと思うんですけど、まあ裏だと似てんだけどね。裏だと似たタイプで右足が味方全体の待機時間短縮っていう効果がくっついてるんですよ。なので、ちょっとね、ただそのシンクロ強いんだけど、あの、回復力がね、やっぱり、 まあ、うらのね、マギカステラと一緒だと思うんですけど、ちょっと回復力低いんだよね。専用アビリティ一発分ダイオリーになってしまっていたところがあったんで、今回の、えー、これが実装されたことによってですね、D 角で、まあ、D 角の追撃も出るし、なおかつあの、白魔法の回復量も上がってくれるっていうところがくっついているから、これで、 併用すれば味方全体の待機時間をしつつ、さらに回復も十分な回復を確保できるということで、結構高難度に向けた性能になってくるんじゃないかなというところです。これ全然普段使いもできるからね、バニラに関してはね。ヒーラーとしてね、ヒーラーとしての普段使いも全然でいけると思うんで、ただ、ちょっと問題点は、ウララとか、まあその他の、ね、ラーサーとかみたいなキャラと違って、クリダメアップとかね、クリーダメアップとかクリリッツアップとか、まあそういったことが一切できない。 っていうところこの辺が注意が必要かなとは思いますけど、まあ全然普段使いもできるようなヒーラーだと思うんで、まあまあ、まあどちらかというとアタッカーの負けになっちゃうし、その今現状でこのバニラの D 角が必ずしも必須ってわけじゃないからね、まあいずれ13のそのラクリダンか。 13のクリーダンも出てくると思うんで、そういったところにこういった D 角等を持ってると、だいぶ戦闘とかね、あのー、楽になるんじゃないかなというところがありますので、まあ、ちょっとご興味ある方、13シリーズちょっと手持ち弱いんだねーとか思ってる方は狙ってもいいんじゃないかなとは思います。はい。そしてあと、最後なんですが、サッズに関してはもう D 角とかね、これ復刻装備なので、過去の解説動画でもう解説してるんで、あえてここでは特に、あのー、まあ、大きくお話しすることはないんですが、 唯一、今回のサ a の新規装備であるところのこのシリーズチェインだね。これは初登場っていうことです。うん。まあ、これもですね、強いかと言われると、まあ、なんとも言えないんですけど、やっぱり FF13 シリーズで物理パーティー組もうと思ったら、サッズってほぼ必須級なんだよね。 いろんな意味で、物理攻撃のダメージアップできたりするし、あとデバフとかはね、気候シャービでデバフもできたりするし、まあ、今回、あのーじ、あのね、復刻してる D 角に関してもクリリッツアップとかそういったものがくっついているんで、まあ、そういったところを考えると、まあ、サッズ、物理でちょっと考えてる、今後のね、あのダンジョンとか考えてるよって方は、サッズも揃えておきたいのかなっていうところ、そういった意味ではこのね、物理パンにおいては必須級なので、自然と LB チェーン持ってれば、 あのー、だいぶね、楽になるというか、便利な部分が出てくると思うんで、サッズ狙いの方であれば、LBJ もしっかりゲットしておきたいなというところだと思います。はい。えー、あ、今回の動画結構短めだな。なんか新規装備が少なかったからかな。今回ちょっと短めになりましたが、まとめ、新ガチャ引くべき。はい。えっ、ー、とね、今回のガチャに関しては割といいガチャだと思ってます。 というのも、あの、現状ね、今の現環境であれば、生息性物理も結構希少価値高いし、あと水魔法ね、水魔法に関しても相変わらずあの希少価値が高い、少ない、太陽キャラがそもそも少なかったりするんで、まあ、こういったガチャで両方ともね、希少価値の高い、なおかつどっちも強いからね、ライトニングも強いし、セラもね、装備が揃ってればきっちり強いキャラだと思われるので、そういったところでね、あの、同時に狙える。なおかつ先ほど言った通り、 あの、やっぱりシリーズ、各シリーズにバフデバッファー的なね、存在ってやっぱり必要になってくると思うんで、そういった時に今回のこのサ a とかね、今回 D 角とかシンクロまで復刻しているので、サ a が揃っちゃうんだよね、ここでね。D 角シンクロ LB チェーン。ここまであったらもうどこに出しても恥ずかしくないサ a の出来上がりだからね、全然サ a 狙いでもあり、むしろありぐらいのガチャになっているんで、ちょっと13シリーズ苦戦しているなと、えー、感じている方であれば、 あの、全然狙っていってもいいんじゃないかなと思うまあ今ちょっとシリーズのお話結構してるけど、もちろん属性パーティーでもね、ライトニングも使えるし、まあ,あるいは、えーと、セラか。セラに関してももちろん使えるし、であとバニラに関しても、やっぱ待機時間短縮強いからね、シン、まあ、ここにシンクロ入ってないけど、バニラ使うのであればシンクロも欲しいかなっていう気はしてますが、まあそういったものも狙える。で、なおかつサッズに関しても、あの、シリーズ以外でもね、やっぱデバッファー 飛行士のデバッファーとしても使えるし覚醒で物理攻撃のダメージアップ中1.3倍かなとかくっついていると思うんでまあ無条件の物理バッファー的な立ち位置として使っていくこともできるからまあ、全然ありだと思うんだよね属性運用でもねはいちょっと俺僕もね全然今までさずにあの縁がなかったんでちょっと使ってみたい感じあるんだよね あの、もうさすがにクイナは飽きたというか、まあ別にクイナが弱いとかっていうわけでは全くないんだけど、ちょっとサッズを面白そうっていうか、ちょっと使いたいなっていう気はしてる感じです。はい。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。